皆さんこんにちは。こんにちは。今日は気になる台湾について、トランプさんが、次期大統領となりました。そうなると台湾情勢も気になるところですよね、秀則さん。そう、僕はね、台湾大好きなんですよ。なぜならもうね、インターリーグでね、3回行って、それでプライベートで訪問した赤坂君見に行ってるんで、もう4回台湾といえば今野球でしょうけどね。野球で、そうです。侍ジャパンもしかしたらね、優しい台湾の人に助けられてるかもしれないですよね。そう、助けられてるかもしれない。バスで移動することはないかもしれないけど、すごく優しくしてもらえますね、台湾はね。1からね、1日なんでね、はい、台湾でね、行われております、プレミア12について。そう、やっとまともなやつかと思ったプレミア12。ちょっと台湾といえばトランプさん出てくると思わなかったですもんね。次期大統領、トランプさんの名前来るとちょっとトラウマだよね。また来た、また来た、またこっちか。世界情勢は分かんない、見てねえよーってなるんで、はい、ギリギリセーフ。でも台風来てますからね。そう、だからちょっと試合もね、どうなるかあれですけれども、まず、プレミア中にチェコ戦のね、練習戦、走行試合、そう、強化試合、旧式、お疲れ様でした。旧式よかった。やっぱアメリカのちょっとテンション上がるっていうのを、ね、見ました。何見たんですか。あ、私は映像で見てました。はい、ありがとうございます。で、前日荒木さんがこう始球式する前日はバンテリンドームで行っておりましたけど、めっちゃ満員、そんなパンパン。土曜日はね、5階席いっぱいでしたね。パンパン、いやー、すごい、びっくりしました。大人気、大人気。そうだから今野球の人気はやっぱりありますよ。すごい、で、10日がもう荒木さんがもうアライバーが復活するという、あのあたりは実際はなんか高橋宏斗さんが受けると、予定だったんでしょ、ね。そう、試合前に、練習中にちょっと岩さんのとこ行って、そうやり取りしてて、いろんな監督、で、ちょうどヒロトが来て、あやさん、今日僕始球式受けますんでって言うから、ちょっとね、肩が痛いよ俺はっていう話をして、だからちょこっとだけで気持ちいいからちょっと前に来といてほしいよっていう話を、任せてくださいって言って行ったわけですよ、で、実際入ったら、マウンド上がったら出てきたのが監督だったんですよ。監督グローブこう、多分ヒロト投手のを借りて、監督だけが監督判断で行ったってことですね。だと思いますけどね。誰にも言わず、いや、ありがたい、軽やかなフットワークでしたね。軽やかですね。ベンチでこうね、投球を 見てれば、もうもちろんその監督、そうだからもうね、終わっ投げたらベンチ行って、で頑張ってくださいって言って、っていう映像がね、変えるあれで行こうかと見えますよね。それが実際にあそこに来ていただいて、アライバー復活して、サインボールもらいました。そういえばサインを、そうだから投げたでしょう、俺投げます、で、ボール入ってもらって、で、これで、そこでまた返すわけにいかんから、これをサイン書いてもらうといいなと思って、で、じゃあマネージャーの人とかに、これちょっとサイン書いてくださいって。いいのじゃん。で、他の解説の時に後ろから持ってきてもらったんです、もらいました。じゃあちょっとライブの時展示、あ、持ってきましょうかね。展示、それは荒木さんのサインも入んないですか。それはそれ入れ、さすがに入れたくないですか。入れたくないですか。そんなんか、じゃあちょっとそういう岩田監督のテーピング貼って上に書いてくるってあれですよね。これが価値が違いますよね。ご本人、僕からするとなくて、他の人からだと、おー、ライバーだって思う。そう、ライバーサインがボールに入ってるなんてね、だって最強ですよ、ね、長与千草さんとライオネス飛鳥さんみたいなものなんですかね。ご国女王でいくとね、その2人が入っててっていうことですよね。舘ひろしと柴田恭兵みたいな、そうですね、分かりやすいか、で、そういう僕らもあります。だからサインもらって、これここに書いてくださいって言うけど、いや、それはもう書かない方がいいですよ。しかもバランス的に、このもらった人は自分一人のバランスで言ってるので、このボールって難しいんですよ。この縫い目のこういうやつもあるし、ね、正解ないよね。ないんで、で、これ横に書いてあれば、あ、もういい、パッとね、もう一個並べて書けますけど、飾るときバランスがちょっと悪く、で、裏に書く分にはいいですね。
ですね。そうですね。こうやって表にしてる。あれユニフォーム着てませんでしたっけ？着てました。あれ背番号は何番だった？2番。あ、2で。はい。じゃあちょっとそれも展示持ってきます。持ってきます。わ、いいね、これ。いいですね、展示。見たい方はぜひね、ライブに ゲスト発表しないと売り切るっていう。全くあれですよ、あの、侍じゃないですけどね、僕。侍じゃないですけどね。俺、侍使えますよ。でももちろん。僕も昔侍ですからね、実は。いや、それはもちろんです。ですはい、今、変な一瞬曲がりました。あれこれ、いや、一瞬で行こう。そうそうそう。でも、あの時のユニフォームとちょっとまた軽くなって、なんかすごい、うん、なんかいいなって。その違い見せましょうか。うん、昔のやつ、ね、すごい昔のやつも持ってきてくれる。僕、あの知り合いのところにあるんで。展示しましょうよ。展示します。人を裸足しとくんで。あの、触らないでください。触らないでください。写真は撮れる。ね、写真は撮れる。俺でも、昔荒木さんにいただいたバット、この前展示してて、みんな触れるようにしちゃいましたけど。いいですよ、もう。それはもう触るもんですから、あれは。そうですよね、バットって。そう。俺結構草野球でも打ったことあるんですよ、その木製バットで。ちょっとなんか贅沢だな、それ。いや違うんですよ、でも打ってみたいじゃないですか、木製バットで。僕もそう思います。で、周りに、え、すげえって荒木って書いてる人だけど使うんだって言われて、うん、そうですよね。でもバットは使わないと。そうなんですよ、しかも軟式だし。で、本当のあの、折れたりもしないってことですね。使えるバットだから、サイン用のバットはサイン用のバットであるんだけど、これは使えないやつだけど、これを渡してるやつは本当のバットだから。うわ、打ちましたよ。したらみんな打ち出した。それはそれで尺だったんですけどね、人が。これ使うのいいですよって言いながら渡しましたけど。贅沢な遊びですよね。でも使わないと、うん、なんか使ってほしい。僕は使ってもらいたいなって思います。どう、うん、ユニフォーム見てもらわないと。そうそう、だからみんな、うん、あのバットも、バットも触れるし、バット持っていきますか。バットは握ってもらっていいんで。この頃のね、あのユニフォームとどん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 やっぱりあのユニフォームの質も変わってきてますよね、僕らがいた頃とはね。あのかなり厚手から薄手になってますよね。薄い、うん、なんか昔のやつ着たら重たいでしょうね。重たい、うん、そうなんだ。そのぐらいの違いは。スパイクとかも結構違ったりするんですかね。進化しまくってますか。はい、そう、軽い、性能がいい。だって早く走れる靴とか出てますもんね。あ、そう、一般的に、ね、なんか小学生とかがそういうの履いてるイメージある。あの大人もありましたからね、ナイキで。スパイク使う機会ないけど、一番いいやつ買ってみようかな、ちょっと。僕持ってますよ、スパイク。僕もスパイク持ってますよ。ちょっとどのぐらい軽いかいいですか、試させてもらって。スパイクあげましょうか、僕新しいやつあります。ありがとうございます。すみません。よかった、どうしようか。あれだって金具ついてるし、あれ結構処分には困るんですよ。ちょっと、あ、じゃあそれも展示もう展示します、もう全部ね。いや、どのぐらい軽いかがめっちゃ興味あります。だって、ああ、まあ、僕のは軽いですよ。僕もスパイクありますよ。じゃあ秀ノ井さんのもちょっといいですか、もう、はい、触れる展示触れる展示いいんですか。井端監督とはどんなお話されたんですか。あの去年もあの大会秋にやったでしょ、うん、で勝って、はい、終わった次の日に会ってるんだけど、うん、やっぱ疲れた顔がもうすごかったんですよ、去年も。やっぱすごいプレッシャーなんだろうなと思って。なので、多分疲れて、来ると思うので、うん、生チョコを持ってきましたっていう話から入り、これを食べて頑張ってくださいっていうと、差し入れをして、そう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 、うん、で、その次に来たのが、お前昨日さって、はい、始球式見たっていうわけですよ。お、小学生ですかって言ったら、そうそうそうっつって、うん、めっちゃいい球投げてたなって一言だけ言われてで、その後今さちょっと仕事があって向こう行ったので、プレッシャーだけかけられて向こう行ったっていう話。はあ、1年前よりはちょっと余裕ある感じは。まあでもそういうふうに見えたんですけど、この間のオーストラリア戦テレビで見た時にやっぱり険しい顔やっぱなってきてるし、この間の強化試合はやっぱり強化試合だったんだなっていう感じでしたね。でも本当プレッシャーすごいと思うから、やっぱ日本って勝たなきゃいけないっていう感じで、うん、勝って当たり前って今見ちゃってるところもあるから、うん、3連覇だっけ今。あ、2連、あの WBC の、WBC じゃないと、プレミア12は2連覇。で、WBC 挟んでるわけでしょ。はい。で、オリンピックも入れたら、あ、そうか、もうずっと勝ってるから。上昇チームですもん、ずっと勝ってる。だから相当なプレッシャーあると思うなっていうのが。うわ、だからやたら軽い気持ちでやっぱ話しに行ったりとかもできないし。お前も手伝えよって言われませんでした。言われてない、言われてない。確かに。言われてません。言われてるな、これは。
まあでも日本代表ぐらいのスケジュール感だったんですよね、まだね。あのチーム貼り付けよりはね、はい、2ヶ月ぐらいぐっと。え、次 WBC ってどこでやる？またアメリカのどこでやる？え、なんかあっちまで行くんですか？ WBC の時までイバスは継続する？継続です。もう場所アメリカ行ったりとかして、いやもう忙しいね。忙しいと思いますよ。2026じゃあ吉見コーチも一緒だ、はい、うん、と思いますね。マイアミ、ヒューストン、どこなんだ。わあ、すごい忙しいな。マイアミ遠いんですよね、ちょっとね。マイアミはちょっと遠すぎて、マイアミ野球一家ちょっと遠いな。ちょっと遠いな。いや、こんななんか行ける範疇の西海岸だったら即決しようと思ったんですけど、ちょっと遠い。いや、マイアミは遠いです。僕も一回行きましたけど、乗り換えて名古屋からだった。フロリダのドームぶっ壊れましたよね。あ、そうでした。28億円かなんかで、ハリケーンで、ハリケーンで、こんなことあんのって。で、ヤンキースのキャンプ地使うんですよね。だってハリケーン結構ある場所でしょ、うん、それがやっと壊れたんですよ。で、それに、うん、ずっと耐えてたのに。そう、それがあるからっていう感じで設計されてるはずですね。ああ、それでもハリケーン。それでもやっぱ持っていかれちゃう。もう、屋内球場から屋外球場にするしかないか。レイズの本拠地、フリーザと悟空戦った後みたいな。いや本当ですね。たとえドラゴンボールいつもそう好きなんですよ。政治のこと何もね。ドラゴンボールすべて、ドラゴンボールの世界にすべて含まれてますから。本当そうですね。レイズのこれがどう飛ぶって。行きてえなー。だってチケットなんとか買えそうじゃないですか。荒木さんいたら。そうなんですか。嘘。嘘。洗い場。お弁当付きの。そんな簡単に頼めないじゃないですか。チケットは。あら。野球一家マイアミ。マイアミ。すごいですね。もうワールドワイドっす。うわ、めっちゃ行きたい。イベントします。イベントしよう。誰に向けて。英語話せる人いるでしょ。これでもスタメンどうですか。これ辞退者もやっぱ多いですからね。そんな中で多分この1年この大会に向けて井原さんいろんなねシミュレーションはしてきたと思うんですよね。こういう野球をやっていきたいな、こういうふうにやっていきたいなっていうのがもう辞退者が多くて、多分もうそれを方向転換してるはずなんですよね。ちょっと違う野球しないといけないなってイメージしてる。そのピースが欠けてる可能性がある。ホームランバッター、まあね、牧君とか、ね、うん、森下君とかいますけど、うん、ね、本当大砲が、ね、今回はいないって言われてる中で、ドラゴンズからは野手はいないですけどね。これアメリカもあれですよね、メジャーリーガーは出てないし、うん、結構韓国の選手もあんまり出てないって言っては聞きましたけどね。それでもやっぱりいい選手、やっぱりまさにディンゴ太ってましたね。あ、ディンゴね。そうか、中日戦か。はい、横浜スタジアム場外ホームラン打ったリンゴ敬遠された後ね、ごめんすの。ああ、リンゴずっと監督やってますね。ずっとやってます。ずっとですよね。オーストラリアの20年以上やってんじゃないですか。うちが終わってからもうずっとかな。あれリンゴってずっとなんかオーストラリアの狼しか出てこないんです検索してどういうことリンゴ。もう唯一言われた言葉を覚えてるのは、早い試合はいいゲームって言ってましたね。言ってましたね。エンジンで言ってました。あ、うん、あれ中日はどこで出てキャッチャーの人でしたよね、元はね。でもキャッチャーでは、はい、出てなくて。出てないですね。バリバリのメジャーリーガーだったんですね。そうですよ。で、オリンピックに出たいからっていうことで日本に来たんですよね。メジャーはダメだった。やられたんですよね。ウィリアムスとか。ウィリアムスいたなぁ。ウィリアムス嫌だったなぁ。すごいあの左のサイドから名古屋ドームのあのフェンスのその広告のところにもうボールが出るぐらいだから、ね、すごい方から来ましたよね。見えないよね、広告の白い文字とボールで重なっちゃって。これヒロトさん次の WBC とかでもね高騰したら、はい、もういろんな意味で高騰しますよね。高騰して高騰ですね。中日ドラゴンズも潤う。アラッチです。アラッチです。ヒロトさんは
が活躍してくれると中日の未来も変わってきますね。ちょっと変わってきますね。来シーズンなんかもう絶対柱として考えてるでしょうからね。あと何年ですか。あと2、来年、来シーズン終わって次の春ですね、うん、はぁ、あ、FA が。FA というか、ポス、まあ、25歳になる。ポスティングって言いますよね。もうあと、今年4年終わったところでしょう。ね、だから2027年で25歳になるので、26年の WBC はもう、このアピール、ポイントですね。まあ、で場所ですね。で、翌年まで中日で頑張って、あれ渋い顔な、まあ、で複雑ですよね。みんなに知られたいというファンの気持ちと知られすぎたくないという気持ちと複雑です。推し活しなきゃいけないですもんね。あれ WBC の時打ち取ったのってトラウト、トラウト、あ、トラウトさんとね、なんかね、ヒロトさんもなんかちょっとスターの階段振る舞いになりつつあるんじゃないですか。落ち着いてきてっていうか、うん、なんていうか可愛くないですか、なんかインタビューとかね、一、うん、回させてもらったことがあるんですけど、なんか、はい、素朴という か普通のお兄ちゃんっていうかね、うん、か金メダルをね、その WBC の持ってきてくれて、うん、かけますみたいな感じで、え、いいんですかってかけさせていただいて、その後あーいって言って、このなんか机とかにドーンって置くんですよ。タオルタオルみたいな、こっちの方が気使っちゃう。なんかなんだろう、結構あの目線があのなんかあの優しい、そのフランク、いや、プロ野球選手前としてないというか、うん、なんか普通に若いお兄さんやなぐらいの、わかります、感覚です。言われてること、なんか伊藤博美さん今年風貌変わってきたんですよね。そう、よく見、そういう目線の、ね、なんかこう落ち、なんか一回すごい打たれたかなんか、うん、試合があってから、まあ、金村さんが伺ってるから、でも実際にもう見た目からやっぱり理想って大谷翔平選手じゃないですか。まあ、チャラついたところが一切ない感じの、はい、だんだん伊藤さんもだって茶髪だったのが黒髪になってこうしてなっていくのか。木下選手なんかパーマかけてますけど。そうですね。やっぱパーマ。なんかパーマっていうのはやっぱり一個チェック入りますよね。やっぱ福永さんのパーマがちょっとチェック入りますよね。ちょっとパーマに厳しい。ちょっとそうなんですよ。やっぱパーマとか身だしなみっていうのは気になりますよ、ね。美容師どこのかちょっとチェックし。いや、うん、まあみんなそういうことやりたい年を一回ね。荒木さんもありました。僕はそんなになかったかな。そうですよね。そう、みんな未来がっていうか夢見て出てますよね、代表の人たちは。だから先々、そうだから本当にこの大会ってすごく成長するチャンスでもあると思うので、まあ、辞退者は何人か出たんだけども、なんかそれによってチャンスをもらった選手たちもたくさんいますから、本当にこの大会はこの若い選手にとってはいいなと思いますね。ドラゴンズやっぱりひいきにやっぱり見る側としては、そこで活躍してたのを自チームに戻って還元してもらわないとね、経験をね、でチームを引っ張ってくれる投手陣2人、うん、ここで自信になりますよね。これまたボール違うとかあるんですか、何なんですか。ボールちょっと違います。違うんだ。BB で使ってるのとやっぱり、じゃあ清水投手なんかは合う可能性もあるかもしれない、あのフォークボールなんかが。でも最初のチェコ戦の時はその三振取るちょっと当てられた感じだったんで、あれちょっと違うかなと思って慣れたかもしれないですよね。うん、広投手もちょっとこう打たれてたりしたけど、ボールのこう感覚少し違うのかな。チェコの時は良かった。150万キロ簡単に打ちます。左中間打ったりされたけどね。いや、すげえ、チェコでそんな150キロ打てるようになってどうやってるんですかね。いや、でもね、どんどんね、僕、技術は上がってきてるような、チーム力として上がってきてるような感じはしますね。普段はだってもう、営業マンとか、ね、なんか電気技師とか、そう言ってた、ね、まあ、社会人野球みたいな方ですよね。本業があってやられてる方とか。土日に集まる感じの野球なので、土地草野球みたいな感じのやつが。どうやって150キロ打てるようになるんですか。もしかすると すごく練習す、ね、能力が、体の能力が、身体能力があるのかもしれない。ジャイアンツの人に言ってますからね。あ、そう。